皆さんおはようございます。ペン字満載の苦手さよならペン字のうんぬんかんぬんやっていきたいと思います。今日はリクエストの文字棚ですね。リクエストありがとうございます。それでは説明をしていきます。まず中心を見てもらうと月を2つ書くので、右側の字が大きくて中心を超えていきますね。1個目の月の書き始めぐらいが中心ですね。はい、まあ木偏のデザイン上特別避ける必要はないですが、あとサイズ感ですね。ほとんど、上から下まで大きいんですけど、最後のに書く月が一番大きいという感じですね。それでは1画目から説明をしていきます。中心少し上ぐらいから直線右上がりで4対1、3対1ぐらいになるところに縦線を入れてってください。一度押さえて縦線、次に向かって、まあこれも好みですが跳ねる。でこの角から書いてもいいですし、今日の字みたいに少し左にスライドさせたところにくっつけて一度押さえてからのの字で、続いてここのライン揃えてもらって少し下げてくださいね。あんまり下げるとぶつかってしまうし、長く書いてもぶつかってしまうので、ここ揃えてください。ちょこんと少し下げたところで、続いての月は木偏より微妙に下がったところですね。同じぐらいでもいいんですけど、で終わりも同じより少し小さいぐらいですかね。2つ同じものを書くときはサイズを少し変えた方がかっこよくなりますね。これが手書きのいいところですね。いいですかね。木偏より少し下がったところ一度押さえて中心ですね。押さえると中心に来ます。で左側に払います。で 右の月と左の月の違うところは、左の方の月を払いをちょっと強調させてください。で右の字はちょっと控えめですね。ぶつかってしまうので、はい、左はぶつからない分豪快に払います。でここふっくら右上がりでまっすぐで次に向かって跳ねるんですが、これ足の高さが跳ねる方のが低い、これは右左同じです。絶対に、跳ねる方の方が低くしてくださいね。これは通常の月も一緒です。で幅を揃えて、ふっくら右上がりで引いていきます。でここ少し隙間を空けると大人っぽくなります。で幅を揃えてと言っても2本引いた時にまあ大体半分ぐらいでしょうか。月の全体の半分ぐらいに位置するところで2本収まるようにしてもらうといいと思います。で続いて先ほども言いましたがサイズですね。微妙に上高いんですね。2個目の月一度押さえてでぶつかってしまうので払いが左の方控えめですね。はい。で高さも左の字より少しだけ低い位置ですね。でふっくら右上がりで微妙に高くなるようにデザインしてください。ふっくら右上がりでまっすぐですね。でこの位置よりもだいぶ低い位置でこの月よりも低いですね。はい、右側の方が月が微妙に大きいと。で木偏よりも少し大きくていいと思います。揃えてもいいですけどね。はい。で次に向かって跳ねるで幅を揃えて線を引いていきます。今日の字はちょっと上の方がスペースが大きいですからね、これも気をつけてくださいね。幅揃えて書いてください。でさっきも言いましたが全体の月の長さの半分に来るぐらいのところまでに収めて、幅を揃えるというところですね。はい、いいですかね。次に向かって跳ねる、次に向かって跳ねる、なんとなく跳ねないでくださいね。それでは書いてみます。真ん中少し上ぐらいから直線右上がりで3対1、4対1ぐらいになるところに縦線を入れていきます。で角からでもいいし、ここ少し左にスライドしたところから一度押さえて払うで点は少し下がった位置ね。で出は上と揃えると。で次、
一度押さえてのところが中心あたりですね。一度押さえて、斜めに押さえて、左の方に腹、ふっくら右上がり、まっすぐ、次に向かって跳ねる。で、跳ねる位置が低い。こちらの方が高いと。で、幅を揃えて、全体の長さの半分までにこの線を収めてくださいね。幅を揃えて、はい。続いて今描いた月よりも上下ともに大きくなるようにですね、一度押さえて、ぶつかるので払いは控えめで、ふっくら右上がりで、まっすぐ次に向かって跳ねる。で、幅を揃えて少し隙間を空けると。もう一度いきます。直線右上がり、4対1、3対1になるところに縦線を入れて、次に向かって跳ねる。一度押さえて払う。点は少し下げる。で、一度押さえて左に払う。少し高い位置、ふっくら右上がり、まっすぐ次に向かって跳ねる。足の位置で、幅を揃えて、ふっくら右上がりで、全体の半分までに収めると。続いて左側の字より微妙にサイズを大きくですね、一度押さえて払いは控えめに、ふっくら右上がり、まっすぐ次に向かって跳ねる。ちょっと曲がっちゃいました。で、全体の幅の半分ぐらいまでに収めるように幅を揃えてでいきます。こんな感じですね。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さようなら、さようなら、さようなら。